A イコール1マイナス13ですか。で、π ラムダは1のマイナス、ラムダマイナス3ですか。それで展開すると、プラス1ですか。そうすると、大丈夫かな。大丈夫。ラムダ二乗マイナス4ラムダプラス4ですね。マイナス1とマイナス3で、3で1加えたら4ですね。で、これ、ラムダマイナス2の二乗ですね。だから、したがって固有値は、A の固有値は、ラムダイコール2、これ重根ですね。それで、で、何やるかというと、ラムダ N 乗を、固有多項式ラムダマイナス2の二乗で割ります。そうすると、二次式だから余りは一次式でこうなりますね。それで、どうなるの？ で、ラムダイコール2をまず代入しましょうか。そうすると2の n 乗が、ここ0ですね。ラムダは2引く2で0で、だから 2a プラス b になります。で、これ0で、これ1にしましょうか。で、0を微分しましょう。ここ二乗ですね。微分すると、どうなるかと申しますと、どうなるの？わからん。n 倍のラムダ n マイナス1乗で、q ダッシュラムダの、ラムダマイナス2の二乗、それから q ラムダの、2倍のラムダマイナス2ですか。それで、プラス、これ a ですね。で、ラムダイコール2を代入すると、n 倍の2の n マイナス1乗ですか。これが、ここ、2引く2の二乗0、2引く2、0、それで a ですね。となります。で、さらに、1から、b は、2の n 乗を引く 2a で、これは、ここに2倍すると、n 倍の2の n 乗で、これは1マイナス n 倍の2の n 乗というふうに出ます。そうすると、割り算の結果はラムダ n 乗が、q ラムダは求められませんけど、求められますけど、求めようと思ったら大変だろうな。それで、A は何だかちょっとぼーっとしてる。 これですね。で、1マイナス n 倍の2の n です。で、これでラムダイコール、ラムダイコール2を代入して、どうだろう。どうすんだっけ。2の n 乗、あ、じゃなくて n、ラムダイコラムダに、ラムダに a を代入して、ちょっとなんか疲れてますね。 a の n 乗が、qa かける a マイナス2倍の i2 の二乗プラス n 倍の2の n マイナス1乗倍の a プラス、ちょっとスペースがないから折り曲げますけど、こんなふうになります。1マイナス n 倍の2の n 乗の i2 になります。それで、ちょっと
せっかくだから言っとくけど、これこれの N 乗線、まあだからずっと展開していくと展開していくと、まあ要するにラムダマイナス2の N 乗ですか、プラス、CN1 のどっちだっけ、ラムダマイナス2の、こんな風にして やっていけば、ちょっと最後ぐらい、最後が大事だから、CN の N マイナス2のラムダマイナス2の、2の、いや、ちょっと間違えちゃう、間違え、間違え、地上の2プラ、2の N マイナス1ですか、プラス、CNN マイナス1の、ラムダマイナス2の、どう、2の N マイナス1乗、それでプラス、C、 あ、これ1ですね2の N 乗というふうに出ますね。まあというわけで、ここでここの部分を、ここ前の部分をですね、 N マイラムダマイナス2の乗で割れますね。まあ、というわけで、まあ、というわけで、なんか、こんなふうに、1プラス、あ、ちょっと間違えた。ラムダ、ちょっと汚いですけど、こんなふうにして、最後は何になるんですか、事情で割ると、なんだ、CN2 だから、2分の NN マイナス1が出るの ?2 の N マイナス1乗ですか、ここまでかな、プラスっていうので、ここ実はここもう見えちゃいますね。そうすると、N 倍の、ラム、あ、ここだ、ここ N ですね、 N 倍のラムダマイナス2の2の N マイナスプラス、2の N でしょう。まあ、というわけで、これがこれがここの余りと同じですね。まあ、というわけで、まあ、割り算具体的にできちゃうわけなんですけど、というわけです。まあ、そういう意味で、だから、こんな微分なんか使わずに、これでズバリ出るっていうのも、まあ、知ってるといい、知ってる必要ないですよね。気づくといいかもしれませんね。というわけです。で、さらに言うと、だからさっき言ったけど、チラッと言っちゃって、それで喋った方がいいかなと思って始めたんですけど、この章も実は具体的に求まっちゃいます。まあでも、これがありがたいかどうかは知らない。というわけです。それで、じゃあ、この問題はここまでですね。